そして今週バンキシャが注目したのは温泉街の J リーガーたち。その名もザスパ草津。今年 J リーグ昇格を果たしたチームを陰で支えた一人の男にバンキシャが密着取材。そこには選手も知らない感動の秘話が隠されていました。去年12月のサッカー天皇杯、あるチームが劇的な勝利をつかんだ。ザスパ草津。3年前草津温泉に誕生した弱小チームが J リーグ王者横浜 F マリノスを倒したのだ。その勝利を支えた一人の男がいる。ゼネラルマネージャーの大西忠男、61歳。だがその笑顔の裏で大西はある病と戦っていた。それは肺がん。ここまで頑張ってこれたもん、やっぱりサッカーがあってダスパがあって、まだまだ草津でやらんといかんことがいっぱいありますからね。がんと向き合い夢を追い続ける大西、その壮絶な戦いに密着した。現役時代のあだ名はバッファロー。闘志あふれるディフェンダーとして活躍した大西、引退後は J リーグでチーム運営に携わり、その手腕は高く評価されていた。3年前、そんな大西に温泉町のあるチームが再建を依頼した。リエゾン草津。専門学校のクラブチームだったが学校は閉鎖、解散の危機に瀕していた。一から本当に作っていきたいという、みんなほんまに J もう一回復帰というかね、復活したいという。当時リエゾンが所属していたのは都道府県リーグ。ここから J リーグを目指したチームはない。しかし大西の目標は最短3年での J 昇格。前代未聞の挑戦が始まった。まずは選手集め。だが高額な年俸は払えない。そこで目をつけたのはリストラ組。大西は J リーグを解雇された選手たちに次々と連絡しこう言った。もう一度 J リーグを目指そう。ここで頑張れば本当にプロになれるんですからね。サッカーがやりたければやっていくしかないですよね。すんごい悔しいですけど、もっと上を目指していきたいっていう気持ちにはなりました。こうしてリストラ軍団が集まった。新たなチーム名は温泉を意味するザスパ草津。だが待ち受けていたのは想像を絶する財政難だった。これが一番実際だ。スパイクは J リーグチームからのお下がり。サイズが合わないこともしばしばだ。さらになぜかボールには番号が。自分の背番号のボールを1個ずつ個人管理にします。なんとボールは1人1個で個人管理。練習後は皆自分のボールを必死に探した。そんな状況の中、大西はある作戦を打ち出した。それは草津温泉でのアルバイト。選手たちは旅館や飲食店で働き、チームの運営費を稼ぐことに。お好み焼き屋で働いていたのは大阪出身のもみ谷元 J リーガー。初めての経験だ。収入の大半は運営費に回し、選手の月給は5万円。だが彼らのそんなひたむきな姿が草津の人々の心を掴んでいった。サポーターも徐々に増え、ザスパは都道府県リーグを無敗で優勝。地域リーグに駒を進めた。さらに翌年にはその地域リーグも制覇し JFL に昇格。いよいよザスパは J リーグの一歩手前に迫った。だがこの10ヶ月前、すでに大西は病魔に侵されていた。2003年1月、健康診断で見つかったのは肺がん。しかも手術の施しようがないほど進行していた。ここで1回だけ泣きました。
なんで俺がこの大事な時期にこの病気にかからんとあかんじゃんって言って一回だけ泣いたな、ここで嫁はんの前で。残された道は抗がん剤治療だが、その副作用による吐き気と激しい倦怠感が大西を襲う。それでも大西は入退院を繰り返しながら仕事を続けた。選手たちに余計な心配はかけたくない。大西は病を伏せ、 J リーグ入りの資格をクリアするため奔走した。しかし泣かなか咳が止まらない。もちろん治療もきちっとやって治りたいし長生きしたいし、でもそのために今を犠牲にして治るか治らないかわからない、治療するために長期間休むことよりも今やることやれてること、それの方が俺は価値があると思う。去年9月、そんな思いで大西はようやく作り上げた J リーグ加盟審査のための書類を提出した。とその席で、お兄さんのところで体調はどうですか。体調随分元気になりまして、今はもう元気を見たとこピュッピュしてサッカー選手に戻るみたいな懸命に笑顔で取り繕う大西だが、病魔はその体を蝕んでいった。この日大西は入院治療を続ける横浜からチームを応援しに草津へ。ところが途中立ち寄ったサービスエリアでは食事も喉を通らない。さらに吐き気を催しトイレに向かう。それでも試合会場にたどり着くと、大西は精一杯選手たちを激励した。そうすれば必ず見た目標を達成できると、それだけちょっと伝えたかった。頑張ってください。以上です。そんな大西が実はガンだということを選手たちは知らない。まさに身を削ってですよね、うちのチームのためにいろんなことを、動いてたり、僕らができることってね、グラウンドの中で結果を出すことしかないんでね。大西と共に J リーグへ。選手たちは JFL の舞台で懸命に戦った。こうしてザスターはリーグ3位でシーズンを終了。 J リーグ昇格の行方は理事会の判断に委ねられた。そして迎えた運命の日、大西のもとに届いた結果は、ありがとうございます。ザスパ草津 J リーグ昇格決定。どん底からわずか3年でここまで来た実績が高く評価されたのだ。その夜、草津の街は歓喜に包まれた。温泉のお湯を掛け合って昇格を祝う選手とサポーター。大西の夢はついに実現した。だがその4日後、医師はある現実を大西に告げた。しょうがないですね、医師は大西にこう告げた。今日もちょっとやっぱりちょっと大きくなってますね、使ってないお薬の組み合わせっていうのがほとんどもうないんですよね。肺がんの進行は止まらず、試せる抗がん剤の種類も限界に近づいているという。言葉を失う大西。しょうがないですね、だがそんな大西には見届けておきたい試合があった。それは J リーグや実業団などさまざまなチームが競い合う天皇杯。 JFL3 位だったザスパがJ リーグ年間王者の F ・マリノスと対戦することになったのだ。
この後、実際に J リーグに昇格するザスパがどこまで通用するか見極めたい。大西が見守る中、なんと先制点を挙げたのはザスパ。だが F ・マリノスも王者の意地を見せ同点に。しかも微妙な判定でザスパは立て続けに2人の選手が退場。わずか9人での戦いとなってしまう。それでも必死に粘り、試合は延長戦へ。ここで決定的なチャンスが訪れた。相手陣内でのフリーキック、そして V ゴールでの劇的な勝利をつかんだ。息を弾ませピッチに向かう大西。ガンと戦いながらザスパを支えた男の目に涙が光っていた。3ヶ月後、大西が治療の合間に向かったのはあるスポーツ用品メーカー。 J リーグのお下がりを使っていた選手たちにようやくスパイクを提供してもらえるという。本当うちの選手がね、こういう皿を履くというのは本当久しぶりだと思いますよ。そうですか、笑顔がこぼれる。そして4月、 J リーグに昇格したザスパは初勝利を挙げた。ありがとう。今の病気が怖くないというのは正直言って嘘です。でもそれよりもザスパと共に次の目標に向かってチャレンジしていくこと、それの方が大事だし、そうやってる限り病気はこれ以上進まないだろうと確信を持って